はい、お疲れ様です。ゆうた14です。今回は早速第6日目をやっていきましょう。はい、それでは早速やっていきましょう。今回はね、ガクとクラウスの2本からやっていこうと思います。はい、サムネ通りですね。まずはドラグバット、これエアスイーパーにご注目ください。タウンホールの方にね、一切吹いてないんですよね。まあこの辺がドラゴンに弱くなってるポイントですね。まあ基本的にはタウンホールにエアスイーパーを向ける配置が今かなり主流になってます。ドラグバットがかなり強いからですね。1個前のアップデートでドラゴンの HP が上がって、一気にドラゴン戦術が流行ったことでね、ドラゴンへの対策が必須ということで、タウンホールに対してエアスイーパーが吹かれてるような状況が多くなりました。まあ、やっぱりね、星2が必要だったりするので、まあ、ドラゴンパートでギガテスラを突破しないといけないっていうのが、まあ、テンプレ的なアタックになってますが、まあ、その対策としてエアスイーパーをね、タウンホールに向けるっていうのは基本になってくるんですが、今回の配置はそうではなかったと。まあ、そこをうまくついていった形ですね。で、今回も、まあちょっと12時側の方へは吹いてはいるんですが、この辺エアスイーパーに吹かれてないので、スムーズにね、ドラゴンほとんどやられることなく中心部へ進んでいきました。で、ここから2時側のマルチ IT のところへレイジフリーズをかけながらコウモリをスタートしていきます。このテスラモリはまあ多分ここにしか入るようなところが他にないので、まあ予測はしてたと思うんですが、まあ無視する形でラストマルチ IT とウィズドをね固めていっての前回になってます。ドラグバットをするときにはやっぱりこのコウモリパートでのフリーズがかかりきるかどうかっていうのは大事で、今みたいにね、最後のマルチ IT とウィズトのところがフリーズ一発のみで固まってしまうのと、他にね範囲ダメージのところから食らわないっていうのがドラグバットをするときにかなり楽になるポイントですね。で、続いてクラウス君のボマーライドラになっております。まあアーチャーでテスラの確認した後に、ババでこの連装迫撃じゃないや、連装の大砲って一発が重いので、ターゲットをババで吸収してあげるのと、まあカドテスラの確認両方を兼ねたのかなと思います。で、穴開けはせずにクイーンでただ削っていくだけで、まあマルチ相手2本を裸にするような形で、サンジの一番端っこの方はベビードラゴンで見て、真ん中に対してボーマーライドラを刺していくような形になっています。今回もエアスイーパーが重要ですね。マルチ IT の方に、今回ね、タウンホールの方にはしっかりね、エアスイーパーが向いてるんですが、逆にね、そうなると逆に浮いたマルチ IT のところにエアスイーパーが吹いてないので、そこをボマーライドラを刺していこうというような形ですね。このエアスイーパーが吹いてないことによってね、このライドラが爆伸びします。やばいっすよ。これ普通に見てたら、まあ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 、ある程度こんぐらい壊せばいいでしょうって思ってた以上の働きをしてくれます。で、ボマーライドラでバルーンをクローンしていって、イーグルを確実に処理しつつ、バルーンでね、クイーンのタゲを取っていったわけなんですが、こっからのね、チェインが凄まじい。レイジが乗り切ってたので、9時の対空砲まで降り切って、ここタウンホールの軌道からもう一発撃ってくれて、で、もう一発撃ってるんですよ。フリーズを一発撃ってあげたおかげで、もう9時8時目、防衛施設、すっからかんですよ。もう、なくなっちゃった。で、まあもうここは普通にヘイストと、トーム合わせてあげるだけで突破できて、まあ9時には対空砲が残ってる予定だったので、そこをラバーを通してあげつつ、まあ追いラバーですね、同じところからもう1回出してあげて2度目、まあクロスボウのターゲットだったりを取るような形ですかね。で、余ったクエイク打ちつつ、で、サンジのねベビードラゴンのところは少しだけね、ほんの少しだけ HP が残ってしまって、まあアチャーターにタギを食らっていたのでしょうがなかったんですが、まあそれでも問題ないぐらいの余裕のアタックですね。もうライドラの伸びがえぐかったですね。やっぱエアスイーパーを攻略するのが肝ですね、両戦術とも。で、続いてはオルボーですね。まあオルボーもほとんどの編成ですね。最終日はオルボーのグヒリガーを、まあモチーフというかサムネイルにしているんですが、もうほとんどこの編成で7分の5かな、多分グヒリガーしかやってないはず。普段そんなにまあやるはやるんだけど、そんなに10発全部クイヒリガーをやるようなやつではなくて、クイラバとか、まあクイホグとか、まあいろいろやりつつなんですが、今回のクランリーグに関してはクイヒリガーがすごく多かったですね。まあボールブレイカーを使わないっていうのがかなり特徴かなと思います。まあアキラはもうそうなんですけど、
まあ、ハグレのクイヒディガーはほとんどオールブレイクを使わないですね。兵器で開けるか、ただ流すだけか。まあ、それがすごく強いんですよね。で今回この火力のかなり高いところでクイヒが落ちてしまいますが、それでもね、ディガーのスペックだけでいってしまいます。クイーンに多分かかってなかったのかな？まあ、ヒール3枚とフリーズがこっからまだ持てるので、で、兵器もあって、トームを打てるとなったら、まあ相当余裕ありますよね。まあ、クイヒが早々に落ちてしまったんですが、まあ、ルート作りはかなり綺麗にできてて、まあ、ここから呪文とボマが使えるという点でなんとか全開につながった形かなと思います。まあ、正直かなり余力はなかったんですが、あとね、このボマの中にね、ボマアイゴレを入れて、あ、じゃない、ペッカアイゴレを入れてたんですが、それがかなりいい形になりましたね。こうやってなんかディガーと違うところで使うときはホグだったりペッカーアイゴレだったり、まあ、ディガー以外のものを入れるっていうのがかなりいい選択肢になることが多い気がしますね。ハグレでも結構ディガーではなくてそういったものを入れるのが流行っております。はい。でテスラモリがラスト残ってしまって、まあまあ渋めになってきてはいるんですが、まあ、ペッカーアイゴレがねかなりいい仕事してると思いませんが、壁をぶち破って最後のテスラまで、まあ、フリーズを1本使ってあげたおかげでペッカが最後まで生き残ってくれました。はい。で続いては僕ですね、クイヒーラバル。はい。穴を開けまくってったわけなんですが、まあ、ちょっと秘書券でやればもっと完璧に攻めれたなっていう印象ですね。テスラによって余計なフリーズを打たされたのと、レイジのタイミングが少し早かったの、その辺が反省点ですね。で、クイヒは思惑通りにしっかり9時下に進んでくれました。嘘、8時下。この対空砲のとこを開けていきたかったわけなんですが、対空砲と AT の間にテスラが入ったんですよ、真ん中に。そのテスラの竹が取れなかったので余計なフリーズを使わされます。はい。キングで取れるかなと思って、フリーズ出しちゃった、じゃない、ウォールブレイカー出しちゃったんだけど、竹が取れてなかったので、フリーズ2枚目をフォローでかけさせられました。これは、かけるつもりなかったので、しかもこれ一発で2層目まで開けないとクイーンが流れてしまうのでね、しウォル、マルチ IT 起きちゃうので、マルチ IT 以外のものがなくなっちゃうのでくるって外回っちゃうんですよ。まあ、壁殴ってくれるかなっていう可能性もあったけど、マルチ IT を壊す前に壁が2層目が開いてなきゃいけないという条件だったんですよね。でウォールブレーカー2体しか持てなかったので、ちょっと1層目にすごくウォールブレーカー使ってしまったので、フリーズをフォローでかけつつ、一番最初のレイジももう少し後にかけてあげれば、あ違う嘘だ、2枚目だな、2枚目のレイジが少し早かったっていうのも反省点ですね。でギガテスラ起動してきたので、ギガテスラエアスイーパーキング固めてあげつつ、ウォーデンのトームにクイーンを守るような形でタイミングを見計らっていき、いい感じですね。でキングと当たるところでクイーンにもかかったので、クイーンが延命されていきつつ12時がヘイストと、であとはボマがかなり残ってるので、ボマに対してフリー、ヘイストを合わせていくような形になってきます。まあ、キングもねなぜか生きてるんですよ、なんでだろうね。まあ、確かにテスラとかは当たってないしって感じかな。まあ、空と一緒に進ませてあげたのでと、イーグル砲が一発しか当たってなかったってところでかなり伸びてましたね。でも意外と余力はなかったんですよね。まあいろいろ落ちてって、うん、でトルネ出てきてみたいな感じでした。はい。でラストがバレなんですね。多分この1前回ぐらいしか見てない気がする。1本か2本ぐらいしか見てないな、前回。珍しいですね、ジューラバは。なかなかバルナンがジューラバやってるイメージはないんですが、ジューラバやってってますね。で、この6時の左側の大砲のところを穴開けを狙っているようでした。ようでしたというか、穴は開いたんだけど入らないんですよね、これ。タイミングすごく難しいですね、これ。この大砲、入らないよね。このダクタンまで、ダクポンか、ダクポンまで切ってれば入ったんですけど、まあ入らないと。まあただね、外からクイーンが処理できる位置だったので、クイーン処理ができました。
で、真ん中対地クロス2本なんですよね。この辺がジューラバをやる上でかなりいいポイントでしたね。で、ボマーのルートをまず作ってあげて、ボマーで対空砲とマルチ IT をヘイストをかけてあげることで追っていきます。これうまかったですね。ここ降りきて、このバルーンがね、このクロスボウまで降り切ることができました。これもすごく大きなポイントでした。はい。で、あとは、形を作ってあげたので、面で押し上げてあげるような形。で、レイジがイーグル砲を行ったのとギガテスラの方、両方にもかかるようなレイジが打ててるので、すごくいいですね。で、中心部は対地クロスなので、そんなに痛くない。まあ、実際トームかかってたんで、そんなに変わんなかったんですけど、まあ、クイーンでマルチ IT おるはずだったんですが、それを、そんなのが、なんか、穴開けなしでよかったんじゃねぐらいの、余力のあるアタックになりましたね。素晴らしい。はい、というわけでいかがだったでしょうか。すべて、今回は結構クオリティの高めになったんじゃないかなと思います。はい。まあ、最初のドラグバットと、ボマーライドラはかなりお手本になるような綺麗なアタックでしたね。素晴らしいアタックでした。はい。で、次は、ついに最終日ですね。最終日までやってきました。最終日はね、オルボーが、まあ、この動画をちゃんと全部見続けてくれてる方は、もう、相当見ただろうなと思うんですが、クイヒディガー。これはめちゃくちゃハグレのこのクランリーグ、今回すごく多かったんじゃないでしょうか。まあ、最終日もね、いくつかあった。一本は確実にあった。いくつかわかんないけど。まあ、それをフォーカスしてやっていこうと思います。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。